こよくない？どうも皆さんこんにちは、M橋です。というわけで今回は竹で外れるブラキディオスの、まあ、ランスの方の性能というか、まあ、実用的なのかどうかを見ていきたいと思います。まず性能ですね。マスの攻撃力は690で紫ゲージが長くて回心率が0、爆破属性は270で4スロ3スロと、まあ、普通に強いですよね。で、皆さんが気になるのは無ヘッドの爆破属性の武器とどう差があるのか、どっちの方が強いのかっていうところだと思うんですけれども、まあ、先に言うと爆破属性の方は、爆破属性の方はっていうか、まあ、無ヘッド武器の方が強いんですよ。あっちの方が火力が出る、紫運用した時に。で、そこまで差があるかっていうとそこまで差はないんですけど、少し無ヘッド武器の方が攻撃力が上という感じなんですよね。なので本当に攻撃力、素の攻撃力がやっぱ高い方が使いたいっていう方に関しては無ヘッド武器を使うようになってしまうんですけれども、まあ、使いやすさで言えばブラッキ武器の方が、まあ、使いやすいって思ったんですよ。まあ例えば陣容がアッシュとか、まあ、結構傷つけ維持、どちらもね腕と頭維持をするのが難しいモンスターとかは結構短い紫ゲージだと白になっちゃってダメージ効率が下がっちゃうんですよね。だからそういう時はこういう何攻撃力全振りで白ゲージで戦う無ヘッドのこの爆破ランスとか使うと思うんですけど、じゃあこっちとじゃあ紫ゲージの長いブラッキーランスどっちの方が強いのかなっていうのを気になったので、まあ、これから、まあ、ダメージ検証と行っていきたいと思います。はい、ではそれではまず、まあ、無ヘッド武器の方から、まあ、装備を作って、まあ、簡単に装備を作ってそちらの方を見ていきたいと思います。で装備がこちら、まあ、普通に、まあ、カイザー装備ですかね、火力カイザー装備で、まあ、スキルはこんな感じで、回心率は 40% になってます。で、攻撃力が上から素の攻撃何もしてない時が823で、次これフルチャが発動してる時じゃなくて、なんだ猫飯だ、猫飯の肉飯定食を食べた時858で、次がフルチャですね、フルチャが発動してる時点で881で、下が種とか粉塵を使って927で、その状態で挑戦者が発動すると973かつ主星が発動すると1086になるって感じですね。実際にダメージの方で見ていきましょう。普通に粉塵等を使ってフルチャが発動している状態ですね。もちろん肉飯も食べてます。まあ、この状態で、まあ、ダメージをまあ見ていくんですけど、まあ、主星発動させて、まあ、まだ怒らせてないので怒らせると、怒らせたんですけど、向こうのエリアでなんかね、途中の道中で怒らせても発動しないんですよ、挑戦者が。なのでこういう感じになりました。まあダメージ的には、3月目で、主星が発動すると189ダメージで、主星が発動してないとフルチャー発動してて169ダメージっていう形になりましたね。まあ、普通に火力が高いんですけれども、で今度ブラキですね。ブラキの方の装備に関してはこっち、まあ、さっきとちょっと違うのはフルチャが2から3になっているというところと、まあ、元からブラキの武器に関しては回心がないので、見切りを増やして攻撃を1下げているっていう感じになります。まあ、攻撃力自体はさっきの無ヘッド装備よりは少ないんですけど、まあ、紫ゲージがあるので、まあ、その分どれぐらい反映されるのかっていうところが、まあ、肝かなって思います。で一応挑戦者かつフルチャが発動している、かつなんだ、あ、主星が発動してて1035でした。まあこんな感じなんですけど、まあ、ダメージに関しては、まあ、結構、まあ、出るっていうか、さっきの無ヘトとほぼほぼ一緒なんですけど、微妙にこっちの方が高いんですよね。ほんのちょっとだけこっちの方が高いんですけど、まあ怒らせて、で主星も発動させた状態も見てもいい、ね、まあ、普通の状態を見てもいいんですけど、まあ、3月目がまだ見れないと。
これで見れるかな。というわけで、まあ、3突き目で190ダメ、まあ、さっきが189だったので1しか違わないんですけどね。ほんとビビたるさ、まあ、出生なしだと171で、さっきは169だったので、まあ、ほんのちょっとだけこっちの方が高いっていう感じなんですよ。でスキル的な部分で、まあ、フルチャーを入れても入れなくても、まあ、こっちの方が、まあ、スロット的には余裕があるので、まあ、お好みで合わせられるかなと思います。まあ、せっかくなので、まあ、普通に、まあ、陣容こっちのね今やった、まあ、ブラキブキの方で、まあ、陣容がアッシュ、まあ、どれくらい傷っていうか切れ味か紫ゲージ維持できるのか、まあ、軽く見ていきたいかなと思います。まあ、歴戦の方行きたかったんですけど、歴戦調査の方がちょっとなくなっちゃってたので、まあ、普通の個体の、陣容が足に来ました。まあ、闘技場である程度、ね、ちょっと前に練習してたので傷維持とかは結構慣れてるので、まあ、多分紫ゲージは全然残ると思うんですけど、まあ、慣れてない方に関しては結構残っちゃうとか切れちゃう白ゲージになっちゃうと思うので、無ヘトの紫ゲージの短さだと、でそういうの見ていけたらなと思います。まあ、普通に開幕壁当てした時に、まあ、頭傷つけてその後後ろ下がって吠えるので、それを利用して、まあ、張り付いて傷つけするっていう感じですかね。まあ、こういう今は何雷光状態だ、流行まといだっけ、流行まといになってないですけど、流行まといになるタイミングでまた張り付いて、傷維持とかもできるので、まあそこまで慣れてくるとね、そこまで傷維持難しくないかなと思います。まああるあるといえばどっちの傷口を最後に直前でね、直前でどっちの傷を最後に傷つけたかを忘れるのが、まあ陣王がとか陣王が足のあるあるだと思うので、まずよっぽど被らない限りは、まあ、傷は維持できるのかなと思います。まああとはまあ怒り状態を維持できるか、怒りさえ維持できてれば、まあ、100% にはなるので大丈夫だとは思うんですけど、傷なしかつ怒ってないっていう状態になっちゃうと、いくつだ 90% からさらに 30%20% か 70% か、70% の回心率になっちゃうので、まあ 70% だと結構すぐに減っちゃうと思います。まあ、手数は、まあ、少なくはないけど多いっちゃ多いのでね、ランスは。でこれも傷つけて、まあ、それぐらいかな。まあ、陣王が亜種とか陣王がに関しては、まあ、陣王が亜種だな、亜種に関しては前半で結構全力出した方が、まあ、後半楽かなと思います。普通のね、普通の調査クエだったら、たぶん、なんだっけ、歴戦のやつだと、確か、最初から流行まといになってた気がするので、そこで本気出さなくてもいいと思いますけど、最初のね、流行まといを解除するまでは、相違なしで戦って、流行まといを解除できたら、まあ、回避の相違とか、強打の相違使って拘束時間を長くするっていう考えでもいいと思います。ぐらい本当に、まあ、傷つけタイミングはいっぱいあるので、まあ、カウンター苦労しても死ぬ機会はほとんどないし、慣れてくれば結構楽だと思います。傷維持もね、あとなんだろうな、傷維持が難しいの、ネルギガンテとかに関してはカウンター苦労する機会があんまりないんですよね。あのモンスターってカウンター苦労、まあ、頭とか頭突きをしてくる系に関してはいいんですけど、他腕で攻撃してくる系に関してカウンターを苦労しちゃうと、その後派生とか猫パンチ派生後の攻撃で、まあ、移っちゃうってことも結構あるので、まあ、ネルギガンテは腕とね、頭両方傷つけるのは難しいですよ。陣王が腕傷つければ両腕傷つけ判定になりますけど、陣王が陣王じゃない、ネルギガンテは別々なんでね、これはマジで最悪でしたね。このダウン、傷つけは一応できてるからいいですけど、このダウンを狙えるところでアンジュラフと被ってしまうっていう、当たらないと。
でもこの時点で多分ジンオウガアシュは体力がもう多分捕獲ラインまでは入ってたんじゃないかな。だいぶ入ってたと思います。まあ本当見た目、まあこのブラッキブキに関してはめちゃめちゃ自分は見た目が好きなので、そういう部分で本当今後も使っていきたい。まあ普通に紫ゲージがあるから火力がある程度出るっていうのはまあ普通にいいところだとは思うんですけど、まあ、それ以外にもまあこう演出、まあ、赤くなったり黄色くなったりこういう演出が無ヘッド武器にはね正直 ないかな、なかった気がする。あったらごめんなさい、確かなかったけど、でもこっちの方がかっこいいんですよね、普通にかっこいい。だからこういうのを使っていきたい、どんどん自分は。無ヘッド武器はもう使いすぎてるのでそろそろあれを使うにも飽きてきたんですよ正直。だからこういうのも使っていきたい。まあラージャの方もね使っていきたいかなと思います。まあ結果を言うとまとめると、普通に火力を最大火力を求めるんだったら無ヘッド武器で、ちょっと紫ゲージはね、まあ紫ゲージかある状態の無ヘッド武器を使って、まあ、その短い紫ゲージが白ゲージになっちゃうことが多いですよっていう方に関しては陣王が武器、陣王が武器じゃないや、ブラキ武器を使った方がいいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。またね。